はい、お疲れ様です。えー、今日は、建設業界はまだまだ値段が下がるか。単価の限界はまだまだ来ていないっていうタイトルなんですけど、うん、まあ、下がっとる下がっとるってみんな言うよね、またね、最近。ちょっと忙しいもんで上がってきとるっていうのは、まあ、あると思うんですけど、まあ、下の方だとか、まあ、一番上っていうかね、お客さんエンドユーザーとやっとる会社とか、まあ、今、 またねちょこっと下がってきとんちゃうかなーと思うんですけどあの俺はあの本当にまだまだ下がると思ったんですよそれ何て言ったら時,時代がさいろ、まあ、んなものが進化してきとるから下がって当然でしょって俺でもそうだもんね例えば、まあ、飛行機乗るのでもずっと10年後も同じ値段だってたらおかしいじゃんってだって飛行機も進化してんでしょってもっと早くよりガソリンも食わんように飛行機飛ばせるようになったんでしょって よりちっちゃくていっぱい人を運べるようになったんでしょって値段下がんねえのおかしくないって。だから、まあ、どんなもんでも俺はもう値段って下がっていくと思ってるんですけど、で、俺はもう下がることが悪いんじゃなくて、自分たちが下げれる戦闘にいたいなと思うんで、ちょっと今日これやろうかなと思ってます。えー、じゃあ今日もお付き合いお願いします。はい。あじゃあちょっと今日、今回は現れる式だな。まだまだ下がる理由。まあ、その1。外国人労働者。 うん、まあこれほんとそうですよね。なんかこの間僕たまたま同級生とちょこっと会って飲食店やっとるんですけど飲食店を十何店舗やっとかなうんなら言っとったねなんか今飲食店も外国人労働者使えるようになったんかまあその研修生っていうの実習生の制度ですけど今そのまあ足場とか今多いよねで塗装もちらほらでできているねーっていうところあるんですけど俺これどんどん加速していくと思うんですよ。それ何言ったら今まで3年だったでしょそれが今 5年かなんかに伸びて今度なんか、うん、5年の倍の10ちょ,ちょっとこれは分かんない10年か8年かなんかに伸びるっていう制度も出てきてるんですよ、うん、でまあね、まあ、安い賃金って言ったらあかんけどまあ俺別にウィンウィンだと思ってるからそのねあのベトナム人だとか、まあね、フィリピンだとか中国人でもそうだと思うんですけど中国でもそうじゃんメリットがなくなったらもう中国人ってもう一気に減ったでしょ だから、うん、あんな、その、安い金で使って、どうだ、こうだとか、文句言うけどね、その金額、別に、俺はさ、向こう行って、まあ、俺今、面接行ってないんだけど、あの、海外まで行ってさ、まあ、社員が行って、もう、この金額ですよって言って、行った金額出さないんだったらおかしいけど、ある程度、まあ、こう、事情を説明して、これぐらいでも、部屋代もかかって、生活費もね、物価高いからこれぐらいかかるよって、年間これぐらい貯金できるよっていうことを説明してきたいと思ってるんだから、 ごちゃごちゃ言いそうねえんだなと思うんだけど、これどんどん加速していくと思うんですよ。うん。ねねそうしたらだってお,お客さんに出す金額は、まあ下がって当たり前でしょ逆に外国人労働者使ってんのに下がんねえのみたいなとこもあるし、ねまあうちは、まあ最低でも、これからももっとね、あのー、比率を上げていくっていうか、ね、数を上げていくつもりだし、うーん、と思ってます。はい、じゃあ続いて、 直接作工の加速。ああ、これもそうですね。あの、もともとは大きい会社に、まあ、塗装なんか本当にそうじゃないですか。大きいハウスメーカーとか新築建てまったところに頼んどったでしょ、昔。だけど、この十何年で変わってきたのが、B2C って言って、あの、俺らみたいな中小企業に直接頼むっていうのもすっごい増えてきてるじゃないですか。で、そういう業者も増えてきてるよね。 うん、で俺はもうまあそういうとことも戦ってかなあかんしね、まあ、そういうところがいい加減な仕事やればまあちょっと俺はとその値段的に合わんくなってきちゃうもんないですけどやっぱ俺はもう、ね、規模感持っとるからやっぱコストパフォーマンスはあるわけじゃないですかその何でもメリットが強いじゃん足場でも自分のところで全部やるとかさ、うん、だけどこの次の時代はこの何あの b 2 b b o c で c o c って言ってさ 何あのまあ B2C っていうのは会社とまあエンドユーザーが直接みたいな感じですけど今度はその何一般の人と一般がつながるみたいな時代が来るって言われてると思うんですよでうちでもそうですよね実際にあの個人事業主っていうかフリーランスみたいな人からねもう本当にもういろんなこと流し動画の編集もそうだし事務的なこともあれだし SNS の更新っていうのもそうだしねまあ本当に もう何せ、もう20人、30人ぐらい使ったんじゃないかな。だから、そういうのが加速してくると、じゃあ、塗装も、まあ、今までは一人の人、二人の人になかなかリスクあって頼めないっていう時代があったけど、そこの間になんかいろんなものができると思うんですよね。紹介サイトだとか、比較サイトだとか、ほんで評判があって、今それもまだ、でき始めて数年だから、まだまだ問題もいっぱいあるんですけど、そういうとこ通してね、騙されたとかもいっぱいあると思うんですけど、 こういうのもどん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 良くなってくると思うんだよね。うん。だから本当にもうそういう時代になったら、企業がだって必要じゃなくなってくるってことじゃん。究極は、その大きな企業、よりね、小さなものに変わってこや。まあもちろん大きいところは大きいところで必要になるんですけど、その建設事業に関しては結構直接やった方がメリットある部分も多い、職種も多いでしょ。 だから、俺、そういうのが増えてきたら、俺、どんどんまだ価格は下がっていくんじゃないかなと思うんですけどね。だから、そこに負けないようなコスト努力。なら、うちなんかもう本当、職人を自社で抱えようっていうのは、もうこれ何年も動いとるんですけど、ならもう全然違うじゃん。やっぱ、コスト力がね。うん。はい、最後に、まあ、ちょっとパーと書きましたけど、まあ、うん、本当にこれもそうなんだよね。まあ、大工でも何でもそうですけど、 あのー、いや、値段が下がった、下がったって言うけど、ほら、そうだろ、俺下がるのって思うもん。だって電動工具とかもどんどん出てきてさ、つい10年前でしょでも、まあ、全然工具が違うじゃん。ほ、まあ、本当に早かったじゃん。なんでも。そりゃ安くなるよねって。うん、安く、お前安くなんないのおかしいぞと思うもん。うん。で、あとはまあ、こういうソフトだよね。 で、うちでも、その、いろんなもの使っとるっすけど、ソフトみたいなで、こういうもんがさ、今まで、その、管理に10人いったやつが、もう、本当に1人、2人でよくなるとかさ。で、その、なに、しゅうあ、まあ、工事管理だけじゃなくて、その、事務でもそうだよね。だって、昔は、あの、簿記もね、まあ、年寄りの人、まあ、そうそうって思うっすけど、簿記っていう、大学、あ、高校、大学まで行って、簿記を覚えて、でそれ、手書きしとったでしょ。それも、よく聞くけど、俺もね、事務とかから。 らのもコンピューター1個ピンってやったらできるようになってきてさそのソフトがもどん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 改良されてまだこの10年とかでしょ本当に。うに、ん、だからどんどんよがってくると思うんですよだから本当に事務だとか営業だとか現場監督工事監督っていうのはどんどん減ってくる時代になるし減らさんと生き残ってけん時代になると思うんですよねうん。 だからまあ、それに成功した企業がどんどん価格下げて成功してくるよね。あの、叩き売りしとるわけじゃないからさ、俺も要安い安いって叩かれた。この塗装屋からね、アホな塗装屋から名古屋の、俺らよりね、昔からやってる塗装屋に、あいつら安いだろう、どうだろう、こうだろうって言われたけど、結局別に叩き売りしとょんじゃないもんね、俺は。うん。ねあの、ちゃんと利益ももらって、その値段でやれてんだからさ。うん、俺はどんどん変わってくると思うよ、まだ。 あとはまあ集客か結構うちでもそうですけど集客ってすっごいお金かかったんですけどあの一般の人から1個依頼をもらうっていうのにお金かかったんですけど今その集客の代行だとかそういうもんもできたでしょ、まあ、さっきもちらっと言いましたけどだからそのお客さんとその c シ c と同じでお客さんとその業者をその工事業者をつなぐ方法っていうのどんどん増えてるから。 うん、だって広告宣伝費ってまあこの YouTube もそうじゃないですか広告宣伝費で Google にみんな払って広告出しるわけでしょうちは逆に村上いる側じゃん。うん、まあ知れてますよこれね。あの知れてるけどもちろんそのこれで儲かるかって言ったら全然儲からんすよ。儲からんけどあの何、ー、ちゅうかな経費ってすごいかかるんですよ集客費って。本当にねだってそりゃそうでしょテレビ局も全部広告宣伝費でしょテレビ局が売ろうって芸能人の給料も全部そうでしょまあ。 ね、究極言ったら、だって野球選手の給料も全部広告宣伝費じゃん。でしょうだから、まあ結局最後はね、あの一般の人が払ってるっていうか、会社が払ってるっていうかさ、中日新聞なんかそうじゃん。中日そうでしょまあ愛知県だと中日ですけど、中日新聞社がまあまあ抱えてるからね。で、新聞売って広告宣伝費もらって、まあね、それで潤ってるわけじゃん。新聞、だって配ってるなんか3000円のかあんな配達代ぐらいしかならないでしょ、あんなもん。うん でね、そういう中でやっぱ広告宣言ってすごいもうみんなが想像しとる以上にお金ってうごめいてるからさ、うん、だから広告のこのねもう今はテレビで CM しなくても本当にいろんなチャンネルが増えて YouTube でもそうですよねこうやって YouTube や, you やってて見積もり依頼もうそこだけでメリットだもんね別にこの YouTube からもらう広告収入なんか別にそんね、あの大したことないししてとるけど YouTube 見て依頼来るっていうのは。 本当に大きいからさ。うん。だから、こういうのがもう本当にこれからもっともっと加速していくと思うんですよ。だからそうなったら、絶対に客出しは下がると思う。もう下がるのおかしいもん。俺絶対だって、これからまだ5年、10年で客出し10%は下げれないと、俺は生き残っていけないと思ってるもん。うん。じゃないですかね。まあまあまあ、またよう喋ったね俺今日も。はい。じゃあ今日も、あの、また勉強終わります。また。 次回面白そうなやつやりますんで、えー、チャンネル登録といいねお願いします。